見えてきました。第三方面軍の艦隊です。まだこれだけの兵力が残っていてくれたとは、心強い限りだな。この旅もこれで一段落ですね。マイヤーズ司令、ルフト准将より通信です。どうじゃな、タクト。味方と合流できた感想は？見ての通りじゃよ。第三方面軍だけでなく、わしらのように王国の各地から兵力が集結しておる。言うなれば、エオニアの反乱に抵抗する連合軍といったところじゃな。その中心となっている人物が、第三方面軍総司令を務めるシグルト・ジーダマイア大将じゃ。察しが良いな。その通りじゃ。艦隊の向かう先はナドラ星系のようですね。あそこは確かエオニア軍が制圧しているはず。何か大規模な作戦が終わりなのですか？さよう。ナドラ星系にエオニア軍の主力艦隊が集結しているとの情報があってな。敵の狙いはローム星系の制圧に違いない。その前にこちらから先制攻撃をかけるのじゃよ。そこでじゃ、マイヤーズ司令、連合司令部より機関に要請したいことがある。上層部はシバー王子が今回の作戦に賛同され先陣に加わっていただけることを望んでおる。そのことを王子に請願してもらいたいのじゃ。無論じゃ、ここまでエオニア軍の追撃を逃れてきたお前たちの戦力を司令部は高く評価しておるらしい。どうじゃな、タクト、引き受けてもらえるか？確かにそれは分かっている。人で本音を言えば、先にシバ王子をローム星系までお送りしたい。そういうことじゃ。王子に自分を売り込みたくてうずうずしておるのじゃよ、上の連中は。やれやれ。ま、皇族の生き残りであるシバ王子が先陣に加われば、兵の士気が上がるのも確かでしょうが。そうじゃな。ではその件は任せよ。頼んだぞ、タクト。あ、マイヤーズ司令、格納庫の5番機から通信が入っています。こちらハーベスター、紋章機の修理と調整前期とも完了しました。続いて最も損傷が激しい F ブロックの補佐に向かってもよろしいでしょうか。発艦の許可を願います。了解。ハーベスター発進します。どんな時でも気を抜かずにいられるってのは大したもんだ。広告軍にもそうはいないぞ。おかげでみんな助かってますよ。見習いたいですよね。
でもバニラさんっていつ見ても何かお仕事しているような感じなんですよね。いつ休んでいるんでしょう。あれだけしっかりしているんだ。自己管理にも抜かりはないと思うがな。愚問だな。私の答えは決まっている。やっとチャンスが巡ってきたのだ。エオニア目に反撃するチャンスがな。そうだ、幸いにもエオニア自らが乗り出してきている。うまくすれば一気にクーデターを鎮圧できよう。トランスバール王家の名のもとにこの芝がエオニア目を討伐してくれる。おお、戻ってきたか。どうだった、芝王子の返事は。ま、あの王子様のことだ。そう言うだろうと思ったぜ。それじゃ修理を急ぐよう館内に通達しておく。現時点での修復率は 83%。 ナドラ星系への到着予定は5日後ですから、それまでには完璧に修理できます。バニラさんに手伝ってもらっているおかげで当初の予定よりも早く終わりそうですよ。タクトさん、大変です。事件です。とにかく銀河展望公園まで来てください。今すぐ。なんだ、またプローブでも侵入したのか。おや、タクト、もしかしてあんたも呼び出されたのかい。私もラーバ様ですわ。あら、バニラさんは。一体何があったのかしら。ずいぶん慌ててたみたいだったけど。相変わらずいいコンビだね、ミルフィーとランファは。本当にお二人の漫才はいつ見ても飽きませんわ。漫才じゃないわよ。そうですよ、漫才じゃなくてお花が満開なんです。ボケをかますのもいい加減にしなさいよね。ボケてなんかいないのに。はいはい、そこまで。いいから話を続けてくれ、ミルフィー。
この木ってすごいんですよ。この木はカフカフの木といって、クロノクエイクで消滅した惑星スギノリアが原産地らしいんです。とっても珍しい植物で、今ではここにある1本しか確認されていないんですって。絶滅寸前なのですね。そんなに貴重な木だとは知りませんでしたわ。でね、でね、もっとすごいことがあるの。なんとこの木に花が咲くのは100年に一度だけなんだって。今がその100年目だったの。まあこんな時に滅多に咲かない花が咲くなんて縁起がいいかもね。でしょ。せっかくだからみんなでお花見をしませんか。お花見？何それ。私の生まれた星の習慣なの。お花が咲いた木の下でみんなで飲めや歌えやのどんちゃん騒ぎをするのよ。要するに野外宴会ね。あんたの田舎らしいのんきな習慣だこと。でもいいんじゃないかい。大きな作戦前のいい景気づけになるよ。私も賛成ですわ。楽しそうですものね。ローボさんはいかがですの。別に嫌だって言ってるわけじゃないわ。付き合ってあげてもいいわよ。それじゃあ今晩はエルシオールのみんなでお花見に決定。乗組員の集合完了しました。皆さん、飲み物は行き渡りましたか。それでは乗組員を代表して司令官のタクトさんから一言どうぞ。ごたくはいいから、早くしろーい。乾杯。うわー、綺麗。ほんとほんと、お花見ってのもなかなかいいもんじゃない。夜に見るお花というのも風情がありますわね。フォルテさん、飲み物のおかわりをどうぞ。お、ありがとう。さてと、そんじゃミルフィーの弁当をいただくとしようかね。はい、たくさん食べてくださいね。いただきますわ。他の皆さんもお誘いしてまいりましょう。たく、何をやるのかと思えばまた宴会かよ。この前もやったばかりじゃねえか。そりゃそうかもしれんが、だからといってこんな時にやらなくても。おいと、何男同士でこそこそ話してるんだい。別にこそこそなんかしていない。あまりくっつくな。タクトさんたちも楽しんでいらっしゃいますか。ねえタクト、こっち来てゲームやらない。あ、私も仲間に入れてください。いやー、タクト君モテモテだね。羨ましい限りだよ。じゃ、俺は失礼する。何言ってるんですか。副司令も一緒ですよ。え、たまには付き合ってくださいよ。ほらほら、グラスが空ですよ。いや、やめろ。分かったから手を離せ。
それでは、私はこれで。はい、まだすることが残っていますので、失礼します。始めちゃうわよ。あ、タクトさん、どうしたんですか？あの、だったらこちらに来ませんか？お花がよく見える場所を見つけたんです。はい、こっちです。どうです？すごくいい場所でしょ？今のうちにじっくり見ておきましょう。次に咲くのは100年後ですから。知ってます？このカフカフの木の樹齢っておよそ1000年なんだそうですよ。クロノクエイクよりも前の時代を知っているんですよね。昔の人たちもこんな風にお花の下で宴会をしたのかな。楽しければいいじゃないですか。お花はそのためのきっかけなんです。ねえタクトさん、お花って不思議ですね。たった一輪でもそこに咲いているのを見ただけで心がパーッと明るくなります。そういうのってなんだか素敵ですよね。指示を出してくれていると安心して戦えますもの。ちょうどこの大きな木みたいにそばにいると安心するっていうか。それだけじゃなくて、タクトさんと一緒にいると楽しいし、だから私ですね。いやだ、何言ってんだろう私。タクトさん。あ、見つけた。いなくなったと思ったらこんなところにいたのね。向こうでカラオケ大会をやってるんですよ。指令も一曲いかがですか？じゃないですか。今日は無礼講なんですよね。あら、それとももしかしてお邪魔だったかしら。え、何が？全然そんなことないですよ。じゃあタクトさん、そろそろ戻りましょう。あれ、なんか目がかゆいわね。いえ、私もですわ。それに、鼻もムズムズして。どうしちまったんだい、こりゃ。目が痛い。目がしばしばする。
頭がぼーっとする。目が痛いよ。ああ、鼻水が止まらねえ。くしゃみのしすぎで腹まで筋肉痛だし。お前だけ平気ってのが納得いかないんだが。なんとかは風邪をひかないってのと同じ原理か。状態でエオニア軍との戦いに臨むのは自殺行為だぞ。どうにかしないとな。よろしくお願いします。くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、頭痛、乗組員の多くが共通の症状を訴えているわ。症状やその発生した状況から考えるに、これはカフカフの木の花粉によるアレルギーね。いわゆる花粉症の一種だわ。今ではほとんど絶滅した病気だものね。でも100年に一度だけ花を咲かせる木なんて、さすがにノーチェックだったのよ。あの後もしやと思って公園の空調を独立循環に切り替えて正解だったわね。とりあえずこれ以上の被害の拡大は防げるわ。普通の花粉症はアレルギーの原因となる花粉がないところでは症状が出ないの。でもこのカフカフの木の花粉症は特殊みたい。一度発症したら花粉がない澄んだ空気の下でも症状が続くのよ。とりあえず今は投薬治療を行っているわ。ただし一時的に症状を抑えているだけだし、副作用のことを考えたら対応はできないわ。免疫療法で体質そのものを改善する方法もあるけど、効果が出るまで 1,2 年はかかるの。そうね、一つだけ方法がないこともないわ。ナノマシンによる治療よ。これなら副作用もないし、すぐ完治するわ。効果は実証済みよ。私自身がバニラに直してもらったから。ええ、それが問題なのよ。多くの患者がいるのに、対応できるのがバニラだけじゃ相当な負担をかけてしまうわ。私なら平気です。1分ほど前からです。何か手伝えることがあればと思いまして。そう、バニラ、今の話だけど。花粉症の治療ですね。お引き受けします。私もそのつもりでいましたから。皆さんのお役に立てるのでしたら。ありがとう。
私もできる限りサポートするわ。はい、お任せください。Thank you.